先日 E テレの落合シェフのシェフの休日見ました。今日はその勉強会のペペロンチーノ、もう食べてます。唐辛子入れます。何サーミドリオン、あ、これはすいません、オリーブオイルいっぱい入りました。ニンニクは焦がしちゃダメ、一味唐辛子は焦げやすいから注意。そこにソーシーソンドルディオンと、あとは僕のところからフランスで今一生懸命仕事してます人からもらったお土産なんですけど、なんだかよくわかりません。パプリカと、はい、パプリカのの、うん、のびちゃんありがとう。これ入れていいですか。はい、パスタの茹で汁を加えます。で、混ぜます。乳化させます。落合さん、そのままお言葉言います。火はつけちゃダメ。はい、はい、お茶屋シェフがおっしゃってました。パスタの茹で加減、持った時にこれが離れるのはダメでした。 OK、 OK、 OK、お茶シェフ、勉強になりました。僕の大好きなペペロンチーノ、いただきます。